ギャネンドラビール・ビクラムシャハ。ギャネンドラビール・ビクラムシャハ・デーブ。1947年7月7日隊は、ネパール王国の第12代君主、在位。1950年11月7日から1951年1月8日。2001年6月4日から2008年5月28日。第9代、マヘンドラの次男。2001年6月4日。 老いである、第十一代君主ディペンドラの後を継ぎ老いについたが、2008年5月28日に、ネパールが共和制へ移行したことに伴って、敗位となり、王国最後の王となった。1947年7月7日、ネパール王、当時はまだ王太子マヘンドラビールビクラムシャ派の、次男として生まれた。1950年11月、祖父トリブバン国王は、 父や兄を連れて、インドへ亡命した。その際、母方の実家に取り残された4歳のギャネンドラは、王家に代わって独裁的権力を握っていた。ラナ最小化によって、議員258名の署名を得て国王に祭り上げられ、即位式も行われた。しかし、インド政府は、この即位を認めず、アメリカ、イギリスもこれに同調した。その後、トリブ版が、 翌年2月に帰国して福井市、ギャネンドラは廃位されたネパールの王政復古。このような事情から一度目の即位はカウントしない場合もあり、佐伯和彦は即位は幻に終わったと述べている。1972年、七チマヘンドラが死去し、兄ビレンドラが国王に即位すると王帝として兄のナシロなどを務めるようになった。 1989年2月、ギャネンドラは国王の名代として昭和天皇の体操の礼に参列している。2001年6月1日、ネパール王族殺害事件で、ビレンドラが殺害されると、おの王を退し、ィペンドラは意識不明のまま国王に即位し、地方にいて、難を逃れたギャネンドラが殺傷となった。 6月4日、リペンドラ国王の死去に伴ってギャネンドラが即位し、同日に国家評議会によって即位が認められた。リペンドラの即位を発表したケイシャルジャンが、ラヤマジスーミツイン議長がギネンドラの退官式を支援した。ギャネンドラが事件当日不在だったことや、彼の家族が事件現場にいたにもかかわらず全員無事だったことなど、不審な部分も多く、事件は、 親やん派のギャネンドラがアメリカ、インドの後押しを受けて、親中のビレンドラ及びディペンドラらを抹殺した、宮廷クーデターとの見方もあった。だが、その後は、反テ的政策、チベット難民事務所閉鎖、追放など、チベット独立派弾圧を行っている。ギャネンドラは、兄ビレンドラが唱えていた民主化に最後まで反対していたことに加え、政権が目まぐるしく変わったことから、 民主主義を批判し続けていた。また、反政府ゲリラである、毛沢東派、マオイストにも、強権的な姿勢を取り、国軍の投入も考えていた、ビレンドラは、国軍の投入には慎重であった。その上、ギャネンドラは、ビレンドラとは、対照的にもともと国民に不人気であった。さらに、長男のパラスも、麻薬上習者との噂があり、 また自動車による引き逃げ事件を起こしたりするなど、不詳ごと多く起こしている。リペンドラを大使とは、対照的に彼にも人望はなく、国民に嫌われていることも、ギャネンドラの不人気の一員と言われる。即位後、ギャネンドラは、兄ビレンドラが進めてきた、民主化による立憲君主制を否定、議会を停止し、内閣の人選を自ら行い、 事実上の先制君主として振る舞った。そのため、王族殺害事件以降から続いた正常の不安定化はこれによって加速度的に進んだ。2002年5月、ギャネンドラは会合解散、同年10月には、シェールバハドルでウバ首相ら全閣僚を解任、王政復古で絶対君主制に回帰して申請を宣言した。 その後、王党派のロケンドラバハドルチャンダを首相に任命し、閣僚の人選も強行した。だが、これはギャネンドラによる露骨な回来政権であったため、主要政党は、利権行為として批判、ネパール会議派、ネパール統一共産党などはデモを行った。その間には、王族殺害事件以降構成を強めたマオイストとの戦闘が激化し、マオイスト総統の最高責任者である。 武装警察長官、クリシュナ・モハン・シュレシタが殺害された。2003年5月28日、主要後政党の全議員150人が集結して、国会再開を宣言、会議派の元首相、ギリジャー・プラサード・コイララは、国王がこのまま、絶対王政を敷くなら、王政存続の是非について決意しなければならないと、表明し、翌日には5000人規模のデモを行った。 ギャネンドラは、チャンダ首相が事態を収拾できなかったとして、5月30日に、解任した。主要政党は、首相統一候補として、統一共産党の初期長、マーダブクマールネパールを推挙したが、6月にギャネンドラは、王党派のスーリアワハズルタパを、公認の首相に任命した。2004年6月5日、ギャネンドラは、国王の行動に対する抗議デモが強まったことを、受けて、 タパ首相を解任、デウバを再び首相に任命せざるを得なくなった。だが、2005年2月、ギャネンドラは再びデウバ内閣の全閣僚を解任し、申請を宣言した。この国王の行動に対して、アメリカ、イギリス、インドは軍事援助を中止し、ギャネンドラは中華人民共和国から5両の92、式季総輪総甲車や2万5千丁の自動小銃と、 弾薬の供給などの武器支援を受けて民主化運動を徹底的に弾圧した。ネパールの主要7政党、7党連合及びもタ卓党派は各地で抗議デモやゼネラルストライキを展開した。これ以降の一連のネパールの民主化運動、反王政運動をロクタントラ・アンドランと呼ぶ。首都カトマンズでは数十万人規模の抗議デモ、抗議集会がたびたび行われ。 混乱はネパール全土に波及した。緊迫した情勢が続いていたが、ギャネンドラは国際社会の圧力を受けて2006年4月21日に申請を断念して国民に権力を返還することを発表し、7党連合に首相推薦を要請した。しかし、政党側は国王が新憲法制定など、政党側の要求に言及していないなどとして、 国王の要請を拒否し、抗議活動を続けた。4月24日、ギャネンドラは解散した、会議会を復活すると表明。政党側もこれを受け入れ、混乱は収集されることになった。政党側はネパール会議派のコイララ元首相を首相に、推薦、4月27日に新政権が発足した。2007年1月15日、ネパール会議派、 ネパール共産党、毛沢党主義派、マオイストなどが参加する議会により、暫定憲法が制定され、国王の政治的権力は、元首の地位も含めて、ほぼ完全に剥奪され、首相が元首を代行した。また、国軍の最高指揮権も、国王から首相に移り、国王もネパール王国から、単に、ネパールとなった。これにより、ネパールの王族支配は、実質的に集結し、 国王の地位は全く形式的なものとなった。2008年5月28日、ネパール政権議会は共和制を採択し、王政廃止が正式に確定した。これにより、ギャネンドラは廃位となって、ネパール王国は名実ともに滅亡した。また、政権議会前には数千人の反国王派が集まり、 クーデターで王権を奪取したヌスットギャネンドラは国を去れと連呼していた。その後、政府からカトマンズのナラヤンヒテ王宮を退去するよう求められ、6月11日夜に妻マルと共に退去した。退去に際してテレビ演説を行い、国民の判断を尊重し、王政廃止を受け入れる。亡命はしないとし、王族殺害事件への関与を改めて否定した。また、 海外に資産があることも否定し、2005年の国王による申請については、良かれと思ってやったが裏目に出たとコメントした。さらに、ダイヤモンド、ルビー、エメラルドで飾られた王冠と、尺も政府に譲渡したことを述べた。退去後、住むところがないと訴えたギャネンドラに対して、政府はすでに国有財産に移ったカトマンズ盆地北西の森林にあるかつて国王が、 別邸として使用していた、ナーガール純離宮に数ヶ月滞在できるよう許可し、現在も対応されている。ギャネンドラは、君主制が廃止された後は、抗議の多い請求者に含まれることもある。2009年2月26日より、ナラヤンヒテ王宮は、ナラヤンヒテ王宮博物館として一部が公開されている。ギャネンドラは、代々伝わる王冠や、 尺などの宝物を展示用に寄贈した。なお、ギャネンドラのママ母や祖父トリブ版の側室はこれまで、通りに、ナライアンヒティ王宮の敷地内で生活をしている。灰囲後のギャネンドラの近況は、彼の敬語要因や、お抱えの戦術師によれば、詩を書いたり、祈祷したり、インターネットを閲覧したりなどして過ごし、近隣の森林を散策したりすることもあるらしい。 王政廃止を主導したマオイスト議長のプラチャンダは、多数の不動産を所有する、大地主であり、不動産、ホテル、菜園業を営む、実業家で、個人資産数十億ドルの富豪であるギャネンドラに、対して、国内に投資して、雇用の創出をしてほしいとしている。また、プラチャンダは、政党を作って政界に進出しても構わないと、話すなど、特権は与えないが一市民として、 最大限の配慮を見せている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。